はい、どうも、あやかと、ひろで、キムキャンズです。どうも。チャンネル登録よろしくね。前、9話まで見たじゃない？はい。でも、8話の、いわゆるね、盛り上がる回というか、見たじゃない？はい。今日10話から見ていくんですけど、うん、多分、今日10話見始めたら最後まで行っちゃうんじゃないと思いますね。確かにね、連続で分かんないけど時間が受けたら行っちゃう気がする、うん、ということで今回もあれじゃないの、大事な準備な感じじゃないの、アフターダーク新学期が始まり、一人の学校では文化祭の準備が始まった。文化祭なんかさ、音楽とかダンスとかそういうことやってる人からするとすごいこう大事な場ですよね。いろんな意味で楽しくて大事っていう意味もあるし、思い出作りっていう意味もあるしけど、まあ、プロ志向の方だったらやっぱみんなに見てもらって反応が知りたいっていうのもあるよね。そうね。体育館のステージでの出し物が募集されていることを知った一人は、バンドで出演してチヤホヤされた欲求と緊張で失敗した時の恐怖の狭間で揺れ動く。まあこれはわかる、うん、わかる、まあ、これはみんなわかるんじゃないかな、うん、でも私体育館でバンドやったことないねんな。羨ましいね。一回ぐらいやってみたかったね。なんか体育館ってすごい音響くからやりにくいって聞いたことがあんねんけど、うん、音響が整ってる施設じゃないやん、そもそも体育館って、はい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 、運動する場所やん。やねんけど、やっぱあの広さで学生でできるってあんまないと思うから。しかも体育館ってことは、まあ、全校生徒とは言わんくても結構な人が見てくれるキャパがあるから、一回やってみたかったな。体育館は得たことないの？ちゃんと聴覚室とかでしかない。あ、そう。ちゃんとした部屋みたいなとこでしか逆になくて。だからそういうこう、外とかさ、まあ、大人になったら広いとこでいっぱいやり始めたけど、やっぱ学生の時に自分で広いとこってなかなか難しい。うん、そうね、イベントじゃない限りは難しいから、うん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 、羨ましいなっていうのと、うん、と、このバンドで出演してチヤホヤされたい欲求と、緊張した時の失敗、あれか、緊張で失敗した時の恐怖の狭間っていうのは多分誰もが分かるから。これは分かる。真剣にしてる人ほど分かるというか、ね、いやでもどうやろ、趣味であっても恐怖はあるやろな、うん、失敗した時の恐怖とか、あの恥をかいてしまう恐怖みたいな、まあなんとなくもうごめん想像つくな、ちょっともっちちゃんがどういう状況になるかちょっと想像つくけど、どうなるんでしょうか。まあ別にバンドに限らずね、文化祭ってみんな楽しいっていう人のが多いんかな、まあ、嫌やった人もおるやろうけど、そういうイメージはあるけどね。じゃあ行きますか。行きますか。はい、じゃあ行きますよ。はい、せーの、ポチ。かっこええやん。後藤です。ゆめちゃんこれ。うん、夢の中ちゃん今。でかいな。夢ね。何あげていい？うん、メイド服。これは分かるわ、気持ち。こっちの方がいいわ、私も。来たよ。お、そっか、チャンスやで。さらっと遊びでやってるんじゃないって言ったのが感動した今。そうね。
やっぱりと思って。自分で書いたのに。まあ分からんでもないな。出たいねんけど出たくないねん。この気持ちは分かるわ。なんか目立ちたくてやってるタイプの人は、有無を言わさず、あ、出る出るみたいな、何するみたいな、その出るのが目的で、やる内容は結構何でもよかったりするタイプの人と、学生の時のノリって多分そういう方の方がもしかしたら多いと思うんだけど、多分私らそうじゃなくて、どっちかっていうと、どっちがいいとか悪いとかの話じゃなくて、多分ぼっちちゃんタイプで私らも。目立ちたいからっていうよりは、やりたいからっていうか、その、何でもいいんじゃなくて、これをやりたいからステージに立ちたい。それだったら出たいっていうタイプの人は苦しむかもね。出たいねんけど出たくない。ヒロ君いつも言ってない？そうそうそう。前に出たいわけじゃない。そうそうそう。出なあかんか出てるみたいな感じかな。そうやな。自分が演奏するしか方法がないから。そう、する方法ないから。人に、じゃあ自分が作った曲を人に任せて弾いてもらうのはちょっと違うニュアンスになってしまうから。そこはね、ちょっと違うの。そこはこだわりがある。そうそうそう。じゃあしゃあないからフロントに立ってるみたいな感じ。これわかる。いや、これはまあ、ひねくれてるようには見えるかもしれんけど、でも、あるあるやな。あるあるやと思う。ミュージシャンあるあるかもしれん。まあ、ボーカルはわかりやすいよ。歌いたいだけやから、ほんまに。か、目指したいだけか。どっちか、ほんまに。それはもう、そうね。もうどっちか、ほんまに。まあ、どっちもあるけど、楽器の人とか作曲の人は複雑なこと多そうやな、なんか。へえ、面白そう。嘘でしょ？ほんまに取れたんや。うん。保健室？お！あ！来たちゃん？来てくれた。確かに。確かに。なんでよ。大変な性格やな。うん。わかるけどすごい。そうだよ。外番の方が勇気いんねんけど、私からしたら。学校の方が出やすい。まあでも知り合いがおるからやりにくいってのもあるか。王道展開いいの？そんなめっちゃ入ってきちゃってるけど、なんで自分のあんまらデータよ、ゴミ箱。うん。そうそうそう、文化祭はね、学生の時しか出られんからな。ほら。そっか、高校、そっかそっか。お。はっきり言ったね。
ドSよな、りょうさん、うん、なるほど、うん、まあなあ、一気に広まるやんな、学校なんてね。うん、うん、優しい、優しい、落ち込んでるやん、レオさん、あれ大丈夫、ドSなはずやから大丈夫、優しいね、みんな落ち込んでたやん。何や、はい、逆にこの流れでやらへんっていう選択肢なくなっちゃった気がするけど、そうかもね、もうみんなに言っちゃった時点で、繊細やな。なーに？東京タワー。おっと、ん、あ、すげえ、すげえ、この絵、ポジティブやな、さすが、これでいいと思う、でも、あ、あの無理やりっていうほどじゃないけど勢いをつけてあげた方がいいやん、あ、出た、キクリさんやけ、うん、え？え？そんな感じ？へえ。物販ね。なかなかやな、うん、やっぱー
クズだもん。確かに確かに。おもろ。あんだけはっきり言ってくれたら返しやすいな、ほんで。わからんでもないけど。お、お、下北ちゃん。あ、下北やね、これ。下北、いつもなんか工事中で見える。はい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 。駅のとこやんな。うん、うん、うん。へえ、新宿でライブはしたことないな。雰囲気が、うんうんうん、気持ちはわかるわ。店長37歳一緒やん一緒コーラの乙女のただのおっさん、ね、おっさんやね。いいね。そう、ウケたよ。一緒やん。え、銀ちゃんおもろい。一緒やった。おもろい。ま、真面目やね。できたっけ。そうね。バラバラやな。うん、すごいね、でも。おる方やんな、うん。人気やと思うで、これだけおれば。やったことあれば分かると思うけど、頻繁にライブやってたらこんだけ集まるのはな。うん、多いと思う。何？宿泊。うん、やばいな。あ、始まるの？うん。再起やって。うん。お、来た。来た。
雰囲気がすごいある系のバンドやね。うん。へえー、そういうタイプなんや。なるほど。確かにドーピング お出る気になった。いやーやばまたほら高い高いな出なさん。出なさんね。ジョナさんじゃなくて。あ、瀬戸木？あ、ほら。一本余計わかるやつ。甘いな。なるほど。おちちゃんたちの学校やもな。結果オーライでよかったね。よかったね。え、どういうこと？当日おらんくなっちゃったみたいな感じ？なるほどね。
ひろくん、こよちゃん好きって言ってたっけ。うん、いやー、そうか。あのさっきのさ、きくりさんがさ、お酒の力なしに、うん、ぼっちちゃんは頑張ってるやんみたいなことを言ってて、うん、パッて思い出してんけど、全員じゃないと思うし、あの、うん、うまいことやってる人もおると思うけど、すごいお酒に頼る人とか、うん、何かにこう依存して生きてる人ってやっぱなんかそういう精神があるらしくて、うんうんうん、なんか心理学的にはなんかこうそこに頼らないと自信がないみたいな、うんうんうん、そのキクリさんを見てお酒の力がなくても実力はあるし魅力はあるはずやのにそのメンタル的にこう頼ってるみたいな感じだったと思うんだけど、結構それあるあるやなと思って。確かに自分もですけど、うん、やっぱお酒飲んでステージ上がること結構多くて、昔は。あ、そうなの。バンドの時は結構飲んで、あ、意外よ。上がることが多くて。それ何なの？緊張をやっぱほぐしたいっていうか、麻痺させたいみたいな感じ？あの、ステージに上がるのが緊張するんじゃなくて、うん、なんて言ったらいいの？初耳やねんけど、私、それ。最近はそういうのないんですけど、うん、まあ、見られることに多分慣れてなかったから、うん、見られることをなんかこう、ごまかすというか。ああ、緊張っていうよりは、緊張っていうよりはなんかこう、人の目線が苦手やから。自分らしく、自分のなんかこう、世界入れるように世界で入れるようにっていうか、あ、まあ、一緒なんだったかな。ちょっとまあ厳密に言ったら確かにちゃうんかもしれないな、緊張とは、うんうん、緊張っていうよりは人の目ってことね。ステージに上がるのは緊張したことないの。へえ、普通に緊張するわ。難しいね、うんうん、人によるよな、ほんま、うん、なんかさっきもちょっとちらっと言ったけど、あの、例えば今回の文化祭じゃ出ますって時にさ、うん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 、私はバンドでも出たことあるしダンスでも出たことあるんですけど、そのいろんな人のさ舞台袖を見てきたわけやんか、うんうんうん、まあ、あの趣味やけどさ、やっぱ人それぞれやなと思った過ごし方。そうですね、うん、もう緊張してお腹痛くなってトイレ行くタイプなんですけど私は。わかる。ただトイレ行ったらすっきりして、さあやりましょうって開き直れんねんけど、やっぱあのステージ立つギリギリまで、あの、まあ、過呼吸みたいになっちゃう人もいれば、あのその緊張を楽しみに変える人もいれば、本当にいろんな人がいるっていうことを高校生の時に学んだから、なんかあんまりそれはなんていうの、人それぞれやり方があるんやなと思って、うこういうやり方が緊張しなくていいよっていうのは一概には言えないなっていうふうに思ったかな。だからそのお酒の力を借りて、それをまあエンジン、まあ、よく言えばエンジンとしてステージに上がって最高のものができるんやったら、まあ、正直いいんじゃないとは思うねんけど、なんかね、自分を楽しませるっていうか、うん、自分がその時はねそう思ったんですけど、うん、なんか自分を引き出すというか、うん、普段結構ネクラやから、うん、なんかステージに上がった時は、うん、こう爆発させるじゃないけど、わ、うん、かるよ、キクリさんタイプなんじゃないですか。そうそうそう、結局ねっていう感じだったかな、うん、その時は、うん、いや、うん、難しいな。難しいね。でも、うん、まあそういうことを、だからそういうプレッシャーのあることを自分ではプレッシャーと感じてない人もいるかもしれんけど、うんうんうん、まあキクリさんみたいにプレッシャーっても分かっててやってるやんか、うん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 、緊張してやる日々やとそれはやっぱ体悪くなると思うね、うんうんうん、ミュージシャンって生活がほんまに2点3点するし、あの、なんていうの、朝起きたり夜起きたりとかさ。そうですね、うん、それは絶対言えることやと思うけど、いや、なんかもういろいろあるな。あとあのぼっちちゃんの、うん、これ前言ったんかもしれないけど、あの繊細さ、一貫して繊細じゃないですか、うん、あの全部わかんねんかし、はいはい、一貫してぼっちちゃんがその繊細なんはまあわかんねんけど、こう自分が感じてる感覚って世の中の8割の人は分かってくれへんやろなっていう感覚で私生きてんやんか、うん、繊細すぎるからね。で普段その少数派として生きてるつもりや、つもりっていうか、まあ、生きてると思うねやんか、正直2割ぐらいの感覚の人口なんじゃないかって一人で思ってるんけど、ぼっちちゃんほど繊細な人を見ると大丈夫やってってやっぱ思っちゃうな。逆にそのいつも2割の少数派で、少数派な人の意見代表としていつも発言してるつもりやったけど、うん、ぼっちちゃんみたいなタイプの人を見ると、いや大丈夫、勢いで行こうみたいな出てくるんやんか、感想として。ってことは今私が思ってることはなんか普段の大多数の人が私の思ってることなんやろうなってちょっと思って見てて。なるほど。ちょっとややこしいけど、すごい深い話やけど、なんかそんな気にせんでもよくない、
気にすぎやってっていうふうに今一瞬思ってんけど、このアニメに対してね。でもこれはその気にしてる本人にしか分からへん葛藤やし、周りがとやかく言うことじゃないっていうのを周りこの他のバンドのメンバーが理解して、あのぼっちちゃんにちゃんと考える時間をあげたやんか、もうあれがすごいなと思って。まあ、北ちゃんは最終的に出てほしいし、そのぼっちちゃんの実力がすごいしかっこいいところが見たいし、自分も出たいからっていうことで無理に出したっていうのは謝ってたけど、まあ、でも結果論良かったし、でもそれでもちゃんと待ったし、あの本人の意思は聞いたし、なんかそのぼっちちゃん以外の3人はぼっちちゃんほど繊細ではないっていう設定やん、多分、まあ、分からんけど、まあ普通の人よりはっていうか音楽やってない人よりは繊細だと思うけど、なんか感動してんそこに私は。うん、わかる。わかる？なんか、やっぱり大多数の人と少数派でどこかバトルところがあったりとか、あと理解し合えないところがあるってどっかで思ってしまってるから、理解できひんものとか自分が体験してないことに関して完全に同意、あの、わかるよとか寄り添うってことは多分無理やろって思ってんやんか。てか無理やと思うねん正直。自分が経験してないことをわかるよってこう同調するっていうのは多分無理やねんけど、なんか、高校生でそれできるのはすごすぎひんと思って。アニメやけどすごいなんか今日は重い深いところを見てしまったな。そんなことできたかな私と思って。高校生の時に自分が今まで過去に経験してきたことや感情を元に発言してると思うから、人間ってどんだけ思いやりあんのやろうと思って。あとはね、やっぱりそのぼっちちゃんも言ったけど遊んでいるわけじゃないやんか。そうやな。そう、あの、そこは違うと思うんですよ。学校の行事とかとは多分違うから、やっぱそれで生きるか生きていこうと思ってる人たちで、それをするに。だから、まあ、今んとこその統一感はない、まだないけど、そんな感じだもんな。やっぱり、まあ、メンバーリスペクトがあるはずやから。なるほど。そうそうそう。だからそういう配慮があるってこと。出入りはしないし。なるほどなるほど。納得してやってほしい。そう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 。やっぱそっちの方が大事なんかなと。なるほどなるほど。うん。確かに。今回のさ回さ10話目さ、いつも以上にさぼっちちゃんがさプロ思考である場面が多かった気がする。そう。それをすごく感じたかな。なんかそれをちょいちょい見せてもらえた感じがするから、あ、趣味じゃないっていうのがはっきり分かったシーンが感動したかな。あとはだから話しとくけど、キクリさんのライブ、まあそんな感じやろうなとは思ってたんですけど、演奏とかもどうなるのかなと思って、どういう風に持っていくんかなと思って。最後、今は結構やっぱり結束バンドに焦点を置いて見ているけど、その、シクハックってバンドだっけな、何番ですか、キクリさんのバンド名、あんだけ人気あって今後どういうね、路線を辿っていくのかなっていう、そのサブストーリーじゃないかもしれんけど、なんかそれが気になった。ちょっとあのインディーズでもさ、結構いろんなインディーズのバンドの人いらっしゃるやんか、そのなんていうのかな、言葉選ぶかもしれんけど、全然メジャーでも売れるのに、そっちにあえて詰まらずに、自分たちのやりたいことをひたすらやるバンドもいるやんか、インディーズって言ってもすごく幅広いよね。幅広いかな。メジャーでも幅広いと思う。そう。メジャーの人もったけど、私職場とかに、メジャーって言っても幅広いからね。そうみんなが想像するメジャーってね、すごいね、チャートに載ってる人やと思うけど、別にチャートに載ってなくてもメジャーアーティストはあの世の中に職場とかに全然おるから、契約したらもうメジャーアーティストやから、だからちょっとそこは何とも一概に意見を言えないですけど、まあいわゆるインディーズバンドである程度お客さんを呼べるようになってきたバンドっていう設定やと思うんだけど、でもあんだけ呼べてたらすごくない、だって多分1ヶ月に1回とかのペースじゃないやろ、あの感じは、あのキクリさんのペース、1ヶ月に4回とか一週間に1回以上やってる感じや、あの感じは。じゃああんだけやってて毎回100人単位呼んだら、あの知り合いとかじゃないや、完全にファンがついてるってことやから、物販でも儲けてるって言って、まあそれも分もね、全部あの修理代とかにね、修理代に行ってるんやったら、まあ結局貧乏やとは思うけど、まあでもそれはあれよ、あの言いたいのはね、音楽で生きていくのはねほとんど不可能に近いよね、あのそういう意味では。いくら魅力があっても、ビジネス思考がちゃんとできる人じゃないと音楽では生きていけないと思う。ビジネス思考がちょっと苦手
っていうのであれば絶対無理やと思うし、正直だって出ていく方が大きいもん、うん、いくら買ってもらって人気が出ても出ていく方が額が大きいから、やっぱりそこはなんかそれも感じたかな、そういうちょっとしたほんのちょっとの発言でそういうのも感じたかな。なんか今回さ結構あれやわ、バンド経験者とかなんか芸術系アート系を仕事にしてる人にすごい響く回やったんちゃうかな、うん、なんかいろいろ考えさせられてるな、ほんまに。確かに、うん、いやでも難しいな、なんかぼっちちゃんのその繊細なキャラが今になってこの15名になって私結構ズドンできてんだけど、うん、今日の自分のメンタルもあるんかもしらんけど、なんかすごい繊細にした設定が分かった気がした。なんか普通に元気なあのドジな女の子みたいな設定ってアニメってよくあるやんか、うんうんうん、ではなくて逆にこうね、ネクラでっていうか一人の時間を謳歌してるなんかインドアでなんかこう職人気質な繊細な人が主人公になるって珍しいと思うんだけど、うん、すごい重要なことに気づいてきました今さら。確かに今さらですかって言われたんやけど、ほんまに今さら改めて、うん、なんかいろいろ考えさせられましたね。そうですね、はい、でキクリ姉さんがお酒やめれたらいいんですけどね、うん、無理かな、無理かなあっこまで行くと、うん、でも慣れへんの、あんだけお客様と自信もちょっとはつかへんのかな、そういうことではないんかな、やっぱ関係ないんかな、緊張するから飲んでるわけじゃないんやったら関係ない、まあ、きっかけがそれであっただけでも、うーん、今となってはそうじゃないんじゃない、もうだから多分なるほどなるほど、うん、まあ、今でこそ習慣ってなっちゃってるかもしれない、うん、まだ始まってんからな、こんなに喋ったけど、まあ、あるよね、うん、いろいろということで今日は終わりますか、これで終わりますか、へー、まあとりあえず文化祭楽しみやな、なんか多分いつもとは全然ちゃうと思うから、それを楽しみに次回見たいと思います、はい、はい、ということで今回はボッチザロックシーズン1の10話目アフターダークを見させていただきました、はい、もし楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう、バイバイ、バイバイ、どうもどうも、じゃあバレてる、何